舞姫は川端康成の長編小説。川端が作中で初めて魔界という言葉を用いた作品である。夢を諦めた元プリマドンナの一家の孤独な人間関係を描いた物語。過去の舞姫の母から夢を託された娘、妻の財産にたかっている主戦奴の夫、親や国に対して冷めている息子、優柔不断な元恋人といった無力感に取り巻かれた。 関係性の中に、敗戦後の日本で崩壊してゆく家と美や重足を追い求め、乱舞する人間の英語回帰の孤独な姿が描かれている。1951年8月17日には、ナルセミキオ監督により映画化された。1950年12月12日から1951年3月31日まで。 朝日新聞209回にわたって連載された新聞小説で単行本は連載終了同年の7月15日に朝日新聞社より刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。翻訳版はドイツ、中国、スペインで行われている。舞姫には、後に川端文学の重要なモチーフとなる魔界の元となった一級の言葉。 仏界駅入り魔界難入が用いられ、仏界と魔界という独立した章も設けられている。川端は、舞姫の執筆前あるいは執筆中に、この、仏界、入りやすく、魔界、入りがたしという言葉に初めて出会い、強く惹かれて、作品の主題にしたものと推測されている。この一句について、川端は、舞姫の中で、日本仏教の干渉や、助情などの、 センチメンタリズムを知りけた厳しい戦いの言葉かもしれないと登場人物に語らせているが、舞姫ではそれが自問自答の意見を出ずに登場人物にそれを体現する強いキャラクターの造形がなされないまま終わり、この魔界のテーマをもう一歩深め明確になっていくのが、後の湖、眠れる美女、片腕となる。森本治はそのことを場合によっては、 作家としての存在そのものを脅かすかもしれない、危険に満ちた世界を描いていくことになると表現している。川端の魔界の特徴は、善でいう煩悩の世界、煩悩の諸相を描きながらも、それを自然主義的な方法で暴露としての悪や衆と捉えるのではなく、人間が本然の姿で生きるところに純粋さが存在するとみて、煩悩に生きる人間が、 自己投棄してゆく姿を美と捉えたところにあり、煩悩を美に消化してゆくということが、川端の作家としての方法だと今村淳子は考察している。原吉は人間存在の原初的な不安や悲しみの世界が魔界であり、それは救済を求めつつ果たされぬ、その不可能性を内実としているものだと解説している。川端は物界液入り魔界難入について、 次のように語っている。意味はいろいろに読まれ、また難しく考えれば、限りない、デセウが、物界入りやすしに続けて、魔界入りがたしと言い加えた、その善の一休が私の胸に来ます。究極は、真、善、美を目指す、芸術家にも、魔界入りがたしの願い、恐れの、祈りに通ふ思いが、表に現れ、あるいは裏に潜むのは、運命の必然でありませう。 魔界なくして、物界はありません。そして、魔界に入る方が難しいのです。心弱くてできることではありません。川端康成、美しい日本の私、その除雪1950年11月から1951年、春まで奈美子は、夫、八木元に、内緒で、しばしば結婚前の恋人で今も、友人関係にある竹原と会っていた。 竹原とはプラトニックな関係であったが、ナミコは竹原を愛し、焼け跡となった実家の土地を売る、相談の口実などで密会していた。かつて舞台のプリマドンナであったナミコには、21歳の娘と大学生の息子がいた。娘、シナコも母と同じような舞姫を目指し、ナミコは娘に夢を託していた。息子、高尾は冷めた性格だが、どちらかというと父親よりで、 美しい母親に貸し付かれている父を尊敬していた。ヤギは国文学者で、今は古美術や仏像の美女仏研究も始めているが、昔は中宮の字の観論像さえ知らず、女学生のナミコより教養のなかった貧乏書生のぼりで、ナミコの家庭教師であった。ナミコの家は上流階級で、二人の結婚にはヤギの母親の打算もあった。 戦争中空襲で四谷三家の邸宅が焼け、戦後は北鎌倉にある奈美子の実家の別荘がヤギ一家四人の住居となっていた。ヤギは奈美子の財産にたかり、それを管理し、戦後は細かい金にもいちいちうるさくなっていた。奈美子は大学に席を置いている夫の月給袋を渡されたこともなかった。ヤギは奈美子が竹原と会っていることをうすうす知っていたが、 嫉妬は顔には出さずに妻を観察していた。ナミコはそんな夫の気配に怯え、今は愛してはいなかったが、求めを拒むことができず、抱かれれば、金の輪がくるめき、燃える赤い色が見えた。しかし今はもう幸福の輪ではなく、開梱と屈辱であり、まだ見たことのない竹原の妻への嫉妬も感じるのだった。ある日、帝国劇場で、竹原と舞踊劇を見た帰りに、 息子の高尾と行き合った奈美子だったが、高尾からその報告を受けたヤギは子供たちの前で妻の長年の精神的浮気を難喫した。ヤギは子供たちが傷つくような例えまで言い出して陰険に奈美子を責めた。もう一家は実質的にバラバラだった。その夜、奈美子は初めて夫を拒んだ。戦時中は愛国的であったが、戦後は 逃避的な非戦論者となったヤギは、家計が苦しい中、妻に内緒で自分の貯金をし、次の戦争に怯え、政治的になりそうな息子をハワイの大学へやり、妻や娘は日本において、自分もアメリカへ逃げようと計画していた。それを知ったシナコは母にそのことを教えた。高尾も母に浮気されている父を尊敬しなくなったが、世界の人になるという、 希望のような絶望の麻酔を父にかけられることを知った上でハワイへ行こうとしていた。シナコは同じバレエ団の男性ダンサーの,のつにさりげなく結婚を申し込まれたが、シナコの心には元バレエの先生だったカヤマへの思いが立ち切れなかった。戦時中16歳だったシナコはカヤマと一緒に遺門に回り、タマーラトゥマーノワの話を聞かされた思い出を懐かしんでいた。 香山はバレエをやめて、伊豆にいるという噂だった。一方、奈美子も竹原に身を任せてもいいと思い、四谷三つ家の宿屋で気持ちが揺れていた。北鎌倉の家を売って、四谷三つ家の元の家の焼け跡の土地にしなこの、舞踊研究所を建ててやろうとしていた奈美子は、竹原にその計画を任せていたが、北鎌倉の土地はすでにヤギが自分名義に書き換えているのではないかと考えた。 竹原は、ナミコの愛人としてではなく、友人としてヤギと対決するために、宿屋で一戦は越えなかった。あくる日の日曜日、竹原がヤギ家を訪ねてきたが、ヤギは女中に命じ、竹原を追い払った。しなこは、東京の稽古場に行く支度ができていたので、急いで竹原を追って、北鎌倉駅に行った。ヤギがやはり家の名義を書き換えていたことを調べた竹原は、 それをナミコに伝えるようにシナコに頼んだ。シナコは母に代わって、竹原に何か伝えたいものがあったが、言葉にならずに不意に立ち上がり、次の大船駅で降りた。入れ違いに入ってきた、伊藤行きの湘南電車に突に乗ったシナコは、自分が香山に会いに行くのだと思うと、気持ちが落ち着いた。シナコは、伊藤駅からバスに乗った。下田まで、あと3時間余りだから。 途中で火がくれるとしなコは思った。舞姫は川端文学の中ではあまり注目度は高くはないが、後の川端の重要モチーフとなる魔界というものを意識し始めた作品として言及されることが多い。しかしその主題は結実することなく未完の様相で終わり、登場人物が真に川端的な魔界の住人として動き出すところまでは描かれてはいない。 川端作品には踊り子や舞姫の生活を扱ったものが多いが、この舞姫はヒロインがバレリーナであるという意味よりも、むしろ美しいもの、満たされたものを求めて乱舞する人間英語会議の姿の象徴として描かれていると三島幸夫は説明している。舞姫の登場人物のそれぞれに無力感が配分されていると見る三島は、ことに導入部でナミコが見つめる。 不気味な白い恋の姿を、あらゆる人間関係の端緒が閉ざされてしまうような、ある美的な虚無の象徴として、作品全体の不吉な主題のように有力しているとし、この冒頭の奈美子と竹原の愛引きの相話が、全体の大きな伏線をなし、結局二人は、熱情的に結ばれることなく終わるという予感となっていると解説している。また、舞姫の主題である、仏会、 入りやすく、魔界、入り私に三島は触れ、ヤギにセンチメンタルだと貧章されるナミコと、シナコボシは魔界に入れるほどの踊りの天才ではなく、ヤギもまた強い意志で生きる世界という意味での魔界の住人でなく、無力な観察の悪魔であり、登場人物すべての無力は、このヤギの無力から流出し、ヤギの呪縛下にあると考察しながら、最後に、シナコが、 か山のもとへ向かうことに、その呪縛の一角の崩れたことが暗示されると解説している。今村淳子は、物欲に執着しているヤギが、科学者の霊言なめ、第三者的な立場で一家を眺めるだけで、自らの生きる姿勢に反問していない点に触れ、それが、三島幸夫の言うところの、昆虫学者的な観察の悪魔であると補足し、そのヤギの魔界の属性は、川端の 魔界からは切り落とされていく面の要素が大きいとしながら、川端の魔界は悪や衆ではないことを指摘している。そして世俗的に見れば、モラルに反した不倫であるナミコの行為は、魔界においては愛の純粋性ということで肯定されるものであるが、世の中の道徳や社会性に背き、その束縛を破り、魔界を生きるのは容易でないゆえに、それが、 和解難入という意味であると、今村は考察し、センチメンタリズムを排した世界、強い意志という作中の繰り返しの言葉は、人間が、煩悩、本然の生を生き抜くことが、いかに難しいかを指し示していると解説している。ヒロイン、ナミコの人物造形を、脳のかずら者のしてのように、遊園に、哀れ深く描かれていると見る三刀は、ナミコの願いが、 片端から崩れてゆくにもかかわらず、彼女はエマ・ボバリーのような不満に燃え続ける魂でなく、ある意味では持つと不定であり、罪を罪のままに、悲哀を悲哀いのままに、絶望を絶望のままに協力する術をちつていると考察している。そしてそういった川端の執筆態度には独特のリアリズムがあり、作者が自分の目で人生を眺め、 人生がどうしてもこういう風にしか見えないという場所に、立つて、書くのが、要するに、小説のリアリズムと呼ばれるべきであるとしつつ、ロマン派のネルベルも、心理主義のプルーストも、川端同様、自然主義リアリズムの二流作家よりも、ある意味では凍結した、リアリストだったと、三島は指摘し、以下のように解説している。およそ通年に反して、川端氏は女に、 何の夢も抱いていない作家にそういない。ナミコの病法はそのことを暗示する。女というものを、これほどただ感情的に女らしく、女に、何の夢も抱かずに書いた小説はないのである。フローベルは、愚かなエマボバリーに、己の報いられぬ夢を託したが、川端氏は何者をも託さない。リアリストと私が呼ぶのは、この辺からだ。三島由紀夫。 解説また、川端特有の何度も足を止めるような文体には、そこに硬い岩盤が隠され、俺にはこういう風にしか見えないのだぞという作者の注釈が常について回っているようで、その認識に無縁の読者は絶えず、閣下僧侶の感を抱かせられるのも、川端が己に忠実なリアリストだからだと三島は解説し、その川端の閣下僧侶のリアリズムが、 最も成功している登場人物がゾッとするような男のヤギであり、それがナミコがヤギに抱く恐怖や焦燥に異様な現実感を帯びる効果を出していると考察している。そしてヤギが子供たちの面前でナミコを難喫する終盤の場面を古典劇の大詰めを思わせる明晰な悲劇の頂点だとし、それは敗戦後のヤギ家に現れた日本の 家のジ々たる崩壊過程が最後の大詰めに来たことで可能となった悲劇であり、日本の民主化に伴えつたこの一般的現象は、舞姫前編に極めて微妙に精細に描かれていると評しつつ、とりわけ、このヤギ一家は崩壊を急ぎ、時代と関係なく崩壊の種を宿していた節もあり、この悲劇の頂点において初めて各個人が正面からぶつかり、 合否、愛情によってではなく、悪によって結ばれた、見事な家庭の典型を成立させると解説している。舞姫85分、1951年8月17日、風切きり。ありがとうございます。